説明書取ってるよ。使うぞ。やめてー。はい、ということで今回なんですけど、サムネとタイトルに書いてある通り SNS でちょっと僕騒がれてるんですよ。そうなんです。ガチで騒がれてて、その後にちょっと皆さんに重大発表もございますんで、最後までよかったら見てください。まず、SNS に騒がれてる件についてなんですけど、最近 TikTok ハッシュタグチャレンジをよくやってるんですね。はい、で、ショーツとかね、結構投稿してくれるんですけど、その時に、セナが、タツヤっていう言葉をよく言うんですよ。そうなんですね。ほな、何が起こるかって言ったら、タツヤって誰こたつに似てるねんけどみたいな。本名言って大丈夫？そうそれもあって、うん、いや出してますよみたいなそれも LINE ニュースとかね、ありがたくなって結構な人に知ってもらったんかなと思いきや、うん、毎度言うたら TikTok でバズってる動画で、タツヤって誰みたいな。わかる、うん、あの、はい、僕の本名タツヤなんで分かっていただけたら。で、あの、こたつに似てるじゃなくて、達也がこたつなんで。はい。フォーエットとか見てない人とかやったら、やっぱこたつっていう名前が結構浸透してるんですけど、まだ全然浸透してないんですよ。もっとやっぱ浸透できればなって。はい、あの、それもぜひ皆さん TikTok ハッシュタグチャレンジで切り抜いてもらって、バリバリこたつは達也ですよみたいなっていうのを広めてもらっても全然大丈夫。わらわらわらみたいな。で、それが実は今回の重大発表につながりますと、はい、今回もやっていきます！ TikTok ハッシュタグチャレンジ！ありがとうございます。改めて TikTok ハッシュタグチャレンジの内容とか特典とかすごい変わってるし、あの、発表も実はしたいんで、うん、それ含め今回説明していければなって思ってます。こたつのハッシュタグチャレンジまだね、知らない人も多いと思うんで、うん、これが何かというと、僕たちが実施しているハッシュタグを使って、TikTok で、YouTube の切り抜きをどんどん上げていくっていうチャレンジなんですけど、ランクインした方には、ビデオ通話とか、1位の方には私物をプレゼントしたりとか、ファンにとっても僕たちにとってもいい1ヶ月、頑張れる1ヶ月にするような、企画でございます。はい。まずこたつの6月チャレンジに入る前に、前回のこたつの5月チャレンジ、このね、結果発表は皆さんも知りたいでしょうから、はい、そこの方からまず説明させていただきたいと思います。はい、再生回数まだ気になるわ、ね、結局今回の5月チャレンジが一体2回目のチャレンジになるんやけど、えぐくて視聴回数がなんとですね、はい、1200万回再生いきました。ありがとうございます。マジですごい。言ってなかったんですけど、ほぼほぼの皆さんがね、知ってると思うんですけど、今回は今回も1位から3位ではなく1位から10位の方にビデオ通話の特典がプレゼントされまーす。はーい。はい。いや、それはね、前回のサプライズで入れてたんですけど、今回も多分皆さん絶対期待してたと思うんで、しっかり1位から10位の方、そして特別枠っていうのを実は追加しまして、この特別枠っていうのも後ほど説明させていただきます。なので、合計12名の方と、ビデオ通話をする。プラス、特別枠と、1位、2位、3位の方には、特典がつくっていう感じで、5月チャレンジを終えたいと思ってます。はい。せっかくなんで、ランキングの方を発表していきましょう。じゃあ発表していきたいと思います。特別枠、まず、シェイプオブユー、ミルさんです。ミルちゃん。最近のお渡し会でもね、来てくれて。うん。はい、そして、アイドル部門の。そう、あれやな。企画でお母さんに、アイドルになりたいと説明したんです。おかげさまでめちゃめちゃ伸びました。ありがとうございます。ありがとうございます。1位は、はい、のみちゅんさんです。のみちゅんおめでとう。めっちゃ投稿してくれてありがとうございます。はい、のみちゅんもね、フレグランスのお渡し会、10回ぐらい来てくれて。ここからは、総合の。総合枠です。もちろん1位から10位なんで。ナルンルンちゃんです。ナルンルンちゃん。センちゃん。センちゃん。ちなつんです。またビデオ通話できる。で、7位が、なんと、のみちゅんさん。のみちゅん。マーボーちゃんです。マーボーちゃん、かわいい名前。マーボーちゃん。マサボーみたいな。ミルちゃん。ミル、シェイプオブユーの。マジ？エムチャです。エムチャ、エムチャも入賞した。エムチャもコミカちゃん。コミカちゃん、コミカちゃんも入賞してる。そう。第2位は、はい、うさみみちゃんです。うさみみちゃん。はい、ある第1位は。のみちゅんすごい3つってことはですよ、2回入賞してるとか3回入賞してる人は、ビデオ通話が5分なんですけど、15分。15分、学校の休憩時間やん。めっちゃ長いやん。好きや食べれる。好きや食べれる余裕で。15分あった。吉野家行ける。一緒に吉野家行こう。ね、だからこういうこともあるんですよ。そうなめもできるし、頑張れば頑張るほどね、そうなめできるじゃないけど、特典とかもね、どんどんつけていくんで、皆さん諦めずに頑張って
ていただけたらなって思っております。嬉しいです。まあこれを見て、あ、今回のなんかランキングめっちゃ難しかったとか、うん、諦めかけようとしてる人も多分おると思うねんけど、特別枠っていうのがある限り、もう言ったら誰でもまた1位になれるチャンスがあるっていうのを、なんかやっぱみんなに知ってほしいし、シェイプオブユーの1位って多分2000いいねとか、どのタイミングでももうその特別枠も狙って、総合も狙ったら諦めへんと思うし、もう特別枠1回ありますからね、エンちゃんとのドッキリね。まあ、この後に今、こたせの6月チャレンジで、皆さんがよりモチベーションが上がるようなハッシュタグチャレンジを用意してるんで、それは最後まで楽しみにしていただけたらなと思います。この動画が上がるタイミングで、あの皆さんにメッセージを送らせていただくんで、今回から一つ変更点がございまして、僕の本枠ではなく、こたせなのツイッター、こちら貼ってあるんで、こちらのフォローを絶対お願いします。お願いします。メッセージがね、届くようにしていてください。はい、この12名の皆さん、ビデオ通話、そして特典おめでとうございまーす。僕たちの感謝の気持ちも伝えさせていただくんです。何よりも、投稿してくださった全ての方々に。確かに。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。コタセナでーす。コタセナ5月チャレンジが終えたということは、今回もやりたいと思います。コタセナ6月チャレンジ。イエーイ。第3弾ですね、今回。はい、実は、この期限が6月1日から始まってたんですよ。フライングしてる方はめちゃめちゃ実はラッキーで、今のランキング。第3位は、サキグリーン。次第2位。しのぶちゃん。1位は、現1位は、サキワンですね。サキワンちゃん。しかもさ、貯金箱のやつ。ね、この新しいこたせの6月チャレンジはどう変わったのか、どう皆さんにとってまた頑張れるかっていうのを今から伝えたいと思います。はい。はい。まず、期限。6月1日から、7月7日、七夕の日までにしたいと思います。7月7日の23時59分が、はい、のに、そして7月8日、やっぱりすぐもう僕たちもビデオ通話とか感謝の気持ちをお伝えしたいんで、うん、7月8日に DM を送らせていただきます。はい、なんでもフライングした人はもうあとはもうずっと維持し続けたらいいんで、うん、ほんまにラッキーやと思う。最初からランキングに入ってる人はめっちゃ確率はめっちゃ高いんでね、うん、チャンスが一気に。そう、今から大事なことをね、いくつか言うんでしっかりなんかメモったりスクショしたりしていただければなって思います。前回は総合やったと思うんですよ。そうやな。今回ははい部門がございます。イエーイ。やっぱ総合やったらめちゃめちゃ競争率で書いてあるから、うん、今回は部門に分けました。まず1個目総合部門です。これは通常のやつですね。はい、今回得点が1位2位3位の方に得点がございます。で次の部門が企画部門ですね。よ、企画って何ですか、こたつくん。ドッキリだったり、ダンス企画だったり、検証とかも基本的に企画やなって思うやつは多分企画だと思います。でこの企画部門も1位から3位の方に得点がございます。得点は後ほど説明します。次、ザ・ファーストテイク部門でございます。イエーイ。正直その TikTok ハッシュタグチャレンジをやってた時に個人的に伸びて嬉しい系なのはやっぱ歌って、うん、うん、一番やっぱ時間使ってるし一番編集にも凝ってるからこそいろんな人にこのファーストテイクをやっぱ聞いてほしいなっていう意味も込めてファーストテイク部門を今回追加したいと思います。でこちらも1位から3位で今3つ部門あるんですけどそれに追加でこの特別部門、この動画やっぱめっちゃみんなに見てほしいからっていう意味で特別枠を絶対多分追加していくと思うんで、この特別枠ってなんですごいかって、まあ、例えば、まあ、じゃあ7月5日の時にランキング入ってないみたいな、この時に特別枠が出ますと2日でそのランキングに入ればいいだけやから、だから全然ありえるし、シェイプオブユーも言ったら3000とか4000いいねとかやったと思うから最後まで諦めへんと思うし、みんなにとってもモチベーションになるかな、最後まで諦めへん1ヶ月になるかなっていうのは思いました。この特別部門だけは1位から3位ではなく1位、でまあ皆さん気になる得点なんですけど、はい、今回も全員ビデオ通話しちゃいます。ってことは10人とは絶対ビデオ通話また7月にするのかなと思います。1位2位3位関係なくビデオ通話をします。でそれとは別で今から得点を言っていきたいと思います。はいはい、得点ですよ。まず、全部門の3位ですね、3位の方には、ビデオ通話プラス
メッセージ付きサイン入り色紙でございます。はい、うん、気になる2位なんですけど、はい、ビデオ通話プラス3位のメッセージ付きサイン入り色紙とサインチェキでございます。3つってこと？3つ結構アンケート取ってんけど、うん、サインチェキ多かった。そして1位を発表する前に特別部門、はい、これには2位の同等のビデオ通話とサインチェキと色紙のプレゼントをさせていただきます。だからもうここで優勝したらもう2位みたいな、もう、うん、そして気になる1位、やばい、正直僕もここまでしていいんかなって自分も思ったぐらい、今回は1個じゃなくて3個あるわけ、1位が1位が3つあるわけじゃないですか。ファーストテイク部門の1位と企画部門の1位、この2つにはなんとなんとな、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 なんと得点カードマンなんと、はい、なんとサイン入りの私物をプレゼントしたいと思います。ここはしっかり皆さん把握しててください、うん、この企画部門とファーストテイク部門、この2つの私物のサインっていうのは僕が決めます。だから僕がなんか例えば服であったり、まあ、その時の気分ですね、なんか決めさせていただいてそれをお送りさせていただきます。はい、はい、っていうことは、っていうことは今回の総合部門1位は1位は自分が選んだ自分が選んだサイン入り私物だけではなくだけではなく選べるサイン入り私物でございます。なんですけど待って待って、はい、僕たちがまあまあまあ大丈夫って言えるもの、ね、例えばもうテレビとか絶対無理やし例えば大切なものであったりとか、お互いどれがいいっていう話にはなると思うねんけど、なので、今回のもう言ったら一番いいプレゼントっていうのは、うん、ビデオ通話と僕が選んだその方が選ぶ、まあ言ったらまあ選べるっていうかなの3つにしたいと思います。やばめっちゃ頑張ったよ、もうめっちゃ考えて考えて、ね、もうみんなが時間使ってくれてるからさ、うん、こう何かお返しにできないかなっていう意味も込めて選びました。はい、はい、だからある程度大切なもの以外はほとんど渡さなあかんってことやろ。どうしようか、だからもう全然例えばこれとか全然渡しますよ。絶対高い、マジで結構ちょっと頑張ってくれてます。例えば俺がありがとうございます。俺がねずっと使ってるスマブラのゲームコントローラーとかでも全然渡します。言っちゃっていいの？それは全然渡せれるかな。モアイ、モアイ、思い出が詰まったモアイ、ヘッドこれとかでもいいしね。今の言ってくれたやつとかを全部渡せますね。それぐらい今回のその言ったら総合部門っていうのは激アツでございます。激アツです。合計3つ、正直3回目にしてちょっと次さどうしようみたいなね、これ以上はあげて多分これが多分もうずっと王道になるかもしれないし、ね、インスタで見たら、うん、ちょっと募集したい、家来てほしい、無理それは無理ですただなんかデート企画とかいつかやりたい、なんか大事な50万記念とか、うん、まあもう僕たちが活動続けてる限りはずっとやりたいなって思ってるんで、皆さん諦めずに、例えば受験で今できへん人もこれ聞いて、うん、じゃあその最後まであるんやったらって先に行けば行くほど多分ちょっとずつ豪華になっていくから。で今回はなんでここまで力入れてるかって言ったら、ほんまに今まあ5万7000人とかで今すっごいやっぱ大事な時期やなーって思うし、もう頑張れる時に頑張りたいなーっていうのはほんまに思うし、10万人マジで夏休み中は絶対行きたいなーって思う。本当にもしこれがね少しでも皆さんの何やろモチベーションじゃないけど楽しみになれればなーって思ってるし、その分僕たちも一生懸命頑張るし、うん、みんなのためにより面白い毎日プラスこういうちょっと自分で頑張ったらもしかしたらもらえる特典があるっていうのを、まあ、一緒にやっていけたらなって本当に思います。本当にねこのハッシュタグチャレンジのおかげでたくさんの人にもちろん僕にも言ってるセナのことも知ってもらえたっていうのは俺めっちゃ嬉しいことやし、こうやっていつかねこういう小さな努力が絶対報われるって信じてるタイプやから、こういうことをやってよかった、みんなと頑張ってよかったなって思いながらも
10万人、20万人、そして50、100万人っていきたいと思ってるんで、うん、よかったら皆さんぜひ参加、そしてこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまあね、うん、今さっきちょっと説明したものが皆さん頭パンパンやと思うんで、ね、写真を今から5秒間ぐらい貼るんで、それをみょんぱちファームの皆さんとかに Twitter とかで送ったり LINE とかで送ってあげてください。そちらこちらになります。ドン。はい、ということで今回はこんな感じになっております。はい、本当にねめちゃめちゃワクワクするし、ね、今回は The First Take とかね、攻めたファーストテイクとかも撮るし、うん、面白いものを上げていきたいし、楽しみにしていただけたら嬉しいです。もう7月7日にはみんなで10万人やったねって言いたいねいやそれ一緒に本当に頑張っていけたらなって思ってるんで、はい、よかったら今後とも応援よろしくお願いします。ハッシュタグこたせの6月チャレンジ、たくさん応募お待ちしております。皆さんで10万人頑張りましょう。それではバイバイ。バイバーイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、この真ん中の丸いボタンをちゃんと1秒押すだけ、チャンネル登録ボタンを押して、今から押して、早く押して、あー明日もう押して今のでいいよ。